は J3 リーグの第22節です。イラバンツ北九州対カターレ富山。加入後初スタメン、当然ま本人も気合十分というところでしょう。フェフォも入ってきました北九州です。さあ改めてスタートメンバーフォーメーションでご紹介します。まずは北九州です。さあ富山もスタートメンバーご紹介します。またフェホのところ拾っていきます木村。さあこれはいい形になってくるか。追い越す動きも見せる前島。新井はその前島を使う。そして中差し波、差し波のシュートでした。おっと高橋がなんとか防いでいます。枠を捉えていった差し波のシュート、足並がシュートを放ってなんとか高橋というところでした。あこれはいいディフェンスになった。さあ一気に藤原こぼれ。いや藤原のボールダッシュからでしたが、まあ、藤原が明日23歳の誕生日、まあ、今日は22歳としては最後の、まあ、プレーということにもなるんですが、ルーキー差し波。さあ今度は富山が高い位置で、ここは進藤、そして八木下も絡んでいく。あと流れて押し込んだ斉藤。富山が先制、斉藤のゴールです。後半の立ち上がり斉藤のゴールで富山が0対1先制。今右から八木下も絡んで上がって、その八木下からのボール抜けたところ、冷静にここは斉藤というところ。藤原、ああこれは通ればチャンスになっていきそうですが、前田収める。サポートも欲しいところ。北九州野口、新井のディフェンス。さあ野口1対1、新井のディフェンスもあって、ここは逆に井上だ。井上ふわっと浮かせる、フェフォー、あー井上がそのまま流れた。追いついた北九州。井上のクロスがそのままネットを揺らしました。1対1。おそらくフェフォーを狙ったようなボールだったかと思うんですが、結果的にはいい軌道です。そのままネットを揺らして、すかさず追いつきました北九州です。谷奥競り勝って、またボールを奪っていく。さあ新井スピードに乗せてドリブル。新井もう一度拾い直す、そして差し波ダイレクトでつないで、いい形になってくる。シュートに行ったか、あっとクロスバーかまだある。いやー椎名の最後シュートはクロスバー。ただもう一度新井面白いところ、あっと少し曲がりながら新井のシュートでしたが、わずかに外れています。いやその前にはこの椎名のシュートがクロスバー。イエローカードが、あフェフォですと2枚目ですので退場になります。ボールに変わっていく。前島少し中に入りながら、また前島がもらう。いい形になる。前島一気に入れる。前島と流し込もうとしたんですが、わずかに外れる。安藤です。かなり後半から入って安藤がボール触って、そしてチャンスを演出しようとして、あと前田、いやー長井のセーブ。決定機でした北九州。
1対1ここまで同点というスコア、ともに次の1点を目指しますが、北九州のコーナーキック3本目奥折り返してシュート見た、決まった、川上のゴールで逆転、北九州2対1。キャプテン川上、コーナーキックの流れ、こぼれ球を見事に押し込みました。このあと川上、大、そして新井、新井クロス放り込む、あっとチャンスになるか、前島、前島、前島のシュートでしたが枠にはいかず、ゴール前放り込みで、これがラストチャンスになるか、富山、北九州カットする、この瞬間試合終了の笛です。北九州がホームで勝利、しかも今シーズン初めて逆転勝ちというところにもなりました。柱谷体制になって連敗もしませんでした。